ポコペンは、取るに足らない、くだらない、ダメダメ、ダメなどを指す日本語の俗語。中国語の単語が起源。1が転じて、子供の遊びの別名、または、掛け声となった。ポコペンは、兵隊品語と呼ばれている言葉の一種であり、日清戦争の時代にすでに使われていた言葉でもある。語源は、清朝時代の中国語の父母が有力である。森鴎外の歌日記の中には、父母婚高と値を争ひて騒ぐ声とある。現代中国語では、父母と表記する。現在ではマスコミなどでは、差別用語として言葉の使用を自主規制していることもある。例えば漫画、ケロロ軍曹では、ポコペンを地球の意味で使っていたが、同作品のアニメ化など、メディアミックスに際しては、一貫して、ペコポンの呼称に変更した。これは前期の自主規制が影響していると見られている。なお、ポコペンが差別語とされる理由は不明であるが、一説には、日華事変中に日本兵の使用した兵隊品語の中で中国人に対する蔑称として使われたためとされる。それによれば、中国大陸に出征した日本兵が中国人を役立たずの意味で言っていた言葉をポコペンと聞いて役立たず、頭が足りないの意味で呼んだのが始まりというが、定かではない。この差別語という説に対し、中国文学者の平木繁雄は、田川水豊作、野良黒の中で豚勝将軍の進軍せよというセリフに、対し、部下が、恩や将軍気が狂ったか、猛犬守備隊は強いあるよ、戦争ポコペンなと将軍を批判しており、ここでは、戦争は割に合わないという意味であるため、戦時中も元の意味のように、損をする、割に合わないとの意味で使われていたとして、差別語であるという見解に疑問であるとしている。地方によっては、屋外で行う遊びの一種、缶蹴りや、それに似た遊びをポコペンと呼ぶ場合がある。なぜ子供の遊びに、前述の俗語を冠するようになったかの経緯は不明で、あるが、実際の遊びには中国に関わるような事象は、全くない。つまり、ポコペン遊びをする子供は前述のような言葉の意味や語源は知らず、例えば1970年代であれば、当時の子供のおやつとして人気のあった、フジカのミルキーキャラメルのマスコットキャラクターである、ペコちゃん、ポコちゃんに関連があるかのように認識していたとも言う。過去サトシの鬼遊びにも記述あり、じゃんけんなどで鬼を一人決める。鬼は木や壁に向かって目を閉じる。ポコペン、ポコペン、誰がつっついた、ポコペンなどと言いながら、鬼の背中をみんなでつつく。場合によってはつつくのではなく、殴ったり蹴ったり、干潮をしたりすることもある。これらは、原則的につつく側の良識や、鬼とつつく人との力関係に左右される。鬼は、最後に背中をつついた人の名前を当てる。みんなが、どこまでと問う。鬼が数字を答える。もし、鬼の答えた人の名前が、最後に背中をつついた人と一致していれば、鬼は交代する。先ほど、答えた数字の分だけ、鬼が数を数える。その間にみんなは散り散りになって隠れる。鬼は、動き回り、他の人の大半分以上を見かけたら元いた場所に、戻って、ポコペン。と叫んで木や壁を触る。するとその人は捕虜になる。全員を捕虜にしたら鬼の勝ちである。捕虜でない人が鬼にポコペンされる前に最初の木や壁を触ってポコペンと叫ぶと捕虜が解放され鬼が数を数えるところからやり直す。ポコペン横丁愛媛県大洲市で町おこしの一環として昭和30年代の薬屋、交番、床屋、雑貨屋の横丁を再現したイベント会場のことを、ポコペン横丁と称している。主催者の大洲市によれば、お父さんやお母さんが、子供の頃、かくれんぼや、缶蹴りの時使っていた遊び言葉、ポコペンから命名したという。ありがとうございます。